おはよう諸君。今日も穏やかじゃないニュースが入っているぞ。懲戒中の海軍の潜水艦が消息を絶った。近に敵艦と思われる反応がある。発見された潜水艦の残骸は巨大なナイフで切られたように真っ二つに割れていたそうだ。何にせよ対艦戦闘になるだろう。装備は火力を重視して選択しろ。潜水艦を真っ二つにするって一体どんな攻撃だ？ドリルか。ドリル積んだ海中戦艦が潜水艦を引き裂くってのか？どこの特撮映画だ。あ、これうちに DVD でありますね。そういう話じゃねえよ。あー、バロ隊、敵艦を捉えた。位置情報を転送する。よし、行くぞ。水上艦を発見。よし、かかれ。敵機、こちらに気づきました。高速で接近中。Eホイール、スタンバイポジションへ。了解、Eホイール、スタンバイポジション。ポンプジェット始動。スパロー3、ライフル1。よし、よくやったお前ら。今日は俺が怒るぞ。やり
さすが隊長。どうした、スパロー3。敵艦、加速していきます。あそこを見よう。なんだあの波は。治水艦の速度です。本艦はこれより敵と空対空戦闘を行う。各員、衝撃に備えよう。了解、B フォイル、戦闘ポジション。クレイマント、撃ちろう。なんじゃこりゃ。ダークコンドルよりも大きい。本体はこっちだったのか。なんてデカさだ。ダークコンドルなんて目じゃないぞ。発進してきます。小餅ってわけか。まずはそっちから何とかしよう。スパロー2、奥っ2。スパロー2、奥っ2、当たれ。戦士たちを女神が呼ぶ。だがその女神が手にしているのは豊穣の果実か、あるいは新たなる混沌の火種か。次回マーテルの呼び声。スパロー隊の戦いは